するウーバーイーツの配達員たちが待遇の改善などを求め、労働組合の設立に向けた準備会を開きました。シフトや時間、そして労使関係に縛られない新しい働き方として注目されてきましたが、ウーバー側と配達員が事実上の雇用関係に近いことから、配達員たちは年内にも労働組合を設立し、団体交渉に臨みたい考えです。都内の労働組合の事務所が多く入るこの建物、今日集まったのは外食の配達代行サービス Uber Eats に登録している配達員です。 Uber Eats はアプリを通じて客の注文を受けると、配達員のスマートフォンに通知。配達員は飲食店で品を受け取り、客のもとへ。配達料として報酬を得ます。 Uber からの依頼を受けるかどうかを選ぶのは配達員自身です。またシフトもなく、働く時間やスケジュールも配達員が決めることができます。自由な働き方として注目されていますが、問題も。先々月ぐらいから、事故に遭って、しょうがないという、そういったツイッターも増えてきたりとかしていたので、労働組合を作ることで会社と対等な立場でその労働状況の改善とか、それを要求していくことができるので。労働問題を多く手掛ける川上弁護士、Uber Eats の配達員の待遇を改善するために労働組合を結成する必要があると呼びかけました。その呼びかけに応じて集まったのはおよそ20人の配達員、口々に現在の厳しい状況を訴えました。件数こなさないとインセンティブというか、それは稼げないという状況が、それによって無理な運転とか事故につながる。一方で、労働組合という手法が有効なのか、疑問の声も出ました。正式な労働組合として認められるものなんですかね。対抗策っていうのは、例えばストップ。圧力はどういった内容か。今日の準備会に参加した尾崎浩二さん。以前、WBS では、配達員が立ち寄れるスペースを自ら提供したり、事故で怪我をしてしまった配達員を支援できるように互助会を立ち上げるなど、労働環境を改善しようと活動する様子を取材していました。尾崎さんのグループでもこれまで組合を作る話はあったといいますが、設立には踏み出せなかったといいます。ちょっと稼ぎを減らされるとか、不利益をされてしまうんじゃないかっていうところが一番のネックで、疑心暗鬼になっていって。尾崎さんが疑心暗鬼になる理由の一つが、配達の量に応じて支払われるインセンティブが人によって違うことでした。その基準についてウーバーに問い合わせたところ、明確な回答は得られませんでした。なぜそうなのかって教えてくれないとおかしいんじゃないですかって、お金をもらって仕事してるんだし、そこが結構自分の中で不信感のところがありますね。尾崎さんはこうした関係を改めるためにも労働組合の必要性を感じています。 Uber と配達員の関係は従業員ではなく個人事業主としての契約です。今回の動きに対して Uber Japan は、本日の準備会合につきましては弊社がコメントをする立場にございませんが、多くの配達パートナーが Uber Eats の仕事のフレキシブルさに価値を感じてくださっており、同時にこの個人事業主という働き方の質と安全性を高めるために日々取り組んでおります。配達員が組合を結成したとしても、 Uber 側がすぐに団体交渉に応じる可能性は低く、待遇が改善につながるかは不透明です。さまざまな問題点を踏まえながら、弁護団と配達員は意見交換を重ねた上で、年内にも組合の結成を目指すということです。